ショスタコービチショスタコービチ対20世紀、フォックス事件、A、ショスタコービチ V20th c e n t u r フォックスフィルムコープ、ふソシエテレチャントジュモンド、V ソシエテフォックス。ヨーロッパイ、ソシエテフォックスアメリカーの 20th c e n t u r は、ドミートリー・ショスタコービチをはじめとするソビエト連邦の、国際的に著名な作曲家らと、映画会社20世紀フォックスとの間で争われた。 著作権に関連する訴訟である。アメリカ合衆国を呼び、フランスでそれぞれ審理され、異なる判決が出ている。カナダに潜入したソ連のスパイを描いた1948年の反ソビエト的映画、鉄のカーテンにおいて、20世紀フォックス社はソ連市民であり、ソ連に居住している作曲からの曲を BGM に使用し、エンドクレジットに。 彼らの名前を掲載した。ショスタコービチは、その作曲家たちの中の一人である。当該映画の登場人物の一人がたまたま、ショスタコービチについて、好意的な形で言及するシーンがあるが、それを除けば、原告である。作曲家たちは、一切映画のプロットに登場せず、物語のテーマにもなっていない。さらに、 使用されている曲はすべて当時パブリックドメインとして扱われており、著作物として保護を受けられる状態にはなかった。このような事実関係のもと、原告らは名誉毀損作曲家の著作者人格権の侵害などを理由とし、彼らの名前及び曲の使用の差し止め等を求めて、映画を制作した20世紀フォックスを相手に、アメリカ合衆国の集裁判所に提訴した。 シンのニューヨーク行為裁判所は原告らの名前と曲の使用を禁じる旨の請求を認めなかった。まず裁判所は本件における曲の使用に伴う作曲家の名前の使用はニューヨーク州公民権法第51条による制限を受けないとした。ある作品について著作権が存在しない状況であれば誰であっても 当該作品の作者の名前をその作品の複製、出版、または編集にあたって使用することができるとされているためである。さらに、名誉毀損の主張については、名誉毀損的な事項の公表は差し止められるべきであるとしても、本件において作曲家らが何らかの形で、誹謗中傷を受けたと認めるに足る事実、証拠はない。さらに、作曲者らが、 当該映画に参加したこと、または当該映画に賛同もしくは、これを支持したことを伺わせる事情は存在しておらず、また彼らの映画への賛同を必然的に示唆しているとも認められない。そういった示唆自体がいかなる意味においても存在しないのであるから、パブリックドメインである、本件作曲家の作品は自由に出版、複製、編集されうるものであるとして、 これを知りけた。そして、作曲家の著作者人格権に基づき、パブリックドメインとなった作品の使用をコントロールできるかという点については、次のように判事している。パブリックドメインとなった作品に関しては、その著者の著作者人格権と、当該作品を使用することについての他者の確立された権利との間に抵触が生じる。そして、 パブリックドメインである作品の使用が、その作者の著作者人格権侵害を構成するか、否かの判断基準をいかに解すべきかという問題も、また生じてくる。現状の、我が国の法の下では、パブリックドメインである作品の著作者人格権という、ものの存在自体が明確ではなく、他者の権利との関連におけるその相対的な位置づけ、話されておらず、また、 それに対する適切な救済の性質は、定められていない。その上で、パブリックドメインの著作者人格権といった理論に、基づくドラスティックな救済は与えるべきではないとして、その主張を排斥し、原告らの請求を棄却した。なお、本件から50年以上後の2003年、ダスター社体20世紀フォックス社事件において、本件同様、 パブリックドメインの作品に係る知的財産権に関する問題が論点として争われている。アメリカ合衆国での訴訟と同時に、ショスタコービチらはフランスでも20世紀フォックス社と、その関連会社を相手方として、同様の訴訟を提起しているところ、そちらでは作曲家の著作者人格権の侵害と、それに基づく映画フィルムの差し押さえが認められた。パリ公訴心は、 フランスの法の下では、登録の有無や、フランスの著者や、芸術家がソ連において、相互保障による保護を受けられないこととは、無関係に、著作に関する権利が、本件作曲からに帰属していると判事した上で、20世紀フォックス社に、対し、作曲からの人格権を侵害したとして、金銭賠償も行うよう命じている。ありがとうございます。